では続いて折り鶴に込めた思いを紹介する覚えておこう G7 広島サミット折り鶴キャンペーンです。今日は広島市立国体寺中学校です。爆心地に近い広島市中心部にある国体寺中学校では1年生が毎年平和公園を訪れ戦争の歴史を学んでいます。また紛争などに苦しむ国を支援しようと生徒会が中心となって募金活動も行いました。戦争がなくなってみんなが笑顔でいれますようにって書きました。唯一核兵器が使われたのが広島と長崎なので、もう核兵器が使われない世界になったらいいなと思いながら勉強したりしてます。核兵器だけはとりあえず使わないでほしいなと思うし、戦争も早く終わってほしいなって思います。平和について世界に発信していくっていうのがやっぱ一番だと思います。挨拶とかを明るく元気にやっていったら、ちょっとでもこう平和の輪が広がっていけたらいいなと思います。